今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私正木とゆきです。いや11月ですけども、はい、スイートノーベル何ですか、スイートノーベルっていう映画あったなと思ってスイートノーベンバーで、ね、なんかちょっとね悲しくなるストーリーだったんですけども、そんなねなんかこう急におセンチなね、はい、気持ちになる秋突入ですので、はい、そんなちょっとね秋にふさわしいリクエストとメッセージが来ているようなのでお願いします。はい、ではリクエストをいただいております、こちらからお聴きください。スピッツで楓。はい、スピッツで楓でした。はい、いや秋ですね、うん、はい、ではコメントをいただいております、はい、正木さんゆきさんこんにちは。こんにちは。すっかり秋を感じられる季節になってきました、うん、日本には四季があり四季を感じられる曲はたくさんあると思いますが、うん、お二人の秋に聴きたくなる曲を教えてください。僕はリクエストしたスピッツの楓が聴きたくなります、ラジオネーム青2歳さんからですまだまだだねまだまだ全然色づいてないじゃないですか。そうですね、色づけるように頑張ってんだと思いますけど、紅葉してくださいよ本当に本当に。そういう意味なのかな、青りさいってどうなんでしょう、わかんないです。まあ青って入ってるからまああの感じでいただきましたね。はい、秋そうで、なんかやっぱりちょっとこう風も冷たくなってきてね、恋のさ歌としてもちょっとこう失恋系が多かったりとかさ、さいつはまゆみさんの恋人よとかさ、はい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 、レアジル夕暮れは知らないか今の人、今の人わかんないと思う。恋人よって知らない？僕は知ってますけど。凍える私のそばにいてよって。そして一言この別れ話長くないですかね。冗談だよと笑う。そうだからちょっと別れ話系が多いんじゃないかなと思って。あと同様になるけど、小さい秋見つけたとか。あ、ちょっと悲しいですよね。マイナー系多くない？マイナー調の曲。あれあまり構えないじゃない？下手したら。いや違うか。わかんない。ナチュラルかな。小さい秋。でC メロみたいなとこがいいんだよね。B メロかなそうメジャーアーティストでいうと、あどれかな秋に聴きたい曲、あ迷うな。ビーズだと、はい、ビーズの秋らしい曲っていうよりかはビーズの失恋曲をこうイメージした方が早いんですけど、そう考えると結構多いですよね。秋に聴いてグッとくるビーズの曲は、はい、まずもう一度キスしたかった、あとは同じアルバムに入ってるんですけど「それでも君には戻れない」っていう曲があるんですけど、本当に隠れすぎた名曲なんですけど、大好きな曲なんですけど、それ例えば「モーテル」、ああモーテル、はいはいはい、あれは失恋ではないんだけど、あとそうですね「リング」、分かるかな。分かります分かります。成就しなさそうな恋愛を歌ってってるビーズの曲は秋に聴くとグッときますね。なるほどなるほど、いいですね。自分だとね季節を歌った曲が結構多いので、そうですよね。その辺2020年のズンタン曲の「To My Dearest」とかも、まああれ結局ズンタンだから季節が秋じゃないですか。そうですね、出した季節が。僕は自分の曲だとその「To My Dearest」がやっぱ秋に聴きたい曲の一つではありますね。なるほど。はいはいはい。じゃあ後半はゆきくんの秋曲聴くとして、はい、結局だからずんたん曲って全部秋曲なんですよね。僕の中で。なもんでまだ公開されたばっかりの秋曲ずんたん曲を一曲聴いていただこうと思います。はい。東北ずんこでフライミートゥーザムーン。はい。東北ずんこでフライミートゥーザムーンでした。はい。今日はありますか。僕は。はい。秋って言ったら紅葉とか月とかじゃないですか、なんかイメージ、お月見の十五夜ね、十五夜のね中秋の名月ってイメージなので、特に和風の曲が得意だもんね。自分のやっぱりなんか合うんですよね、情景と。で毎回なんかこの時期車でかけたりしてとか、倉木舞さんの「渡月橋」って曲、ああいいね。ああいうちょっと和風なのは結構かかってますね。昔から結構そのオリエンタルな音階多いけど、近年特に和風のアレンジ多いよね、倉木舞さんは。そうですね、そうですね。デビューしたての頃のさ「シークレット・オブ・マイ・ハット」とかもさ、別に和風押し出してないけど、なんかこの曲調が結構和な。あ、そうですよね、そうですよね。いいですね、倉木舞さん。そうそう、渡月橋がコナン君の曲だったんですね。わかるわかる。聞いた時にやばいと思って。いいよね。多分ね、あれで徳ちゃんなんですよ、多分徳永明人さん。はいはいはい。同じ会社ので、ビーズでもねアレンジやベースで参加されてた。で本人はドアっていう3人ユニットもやられてるんですけど、これで全然違ったらウケるよね。確か徳ちゃんだったと思うんだよ。なるほどなるほど。いや、いいんですよ彼は。あと先週にリアルタイムで聞いたのがジャンヌ・ダルクと月光か。あ、いいですね。いいよね、ブラックジャックね。そうですそうです。なんか全部アニソンになっちゃいましたけど、でも僕その辺ですかね。ああ、自分の曲でこれは秋ですっていうのありますか？秋はちょうど最近新曲作って、今練習してる曲があって、それがまさに秋なんですよ。ああ、なるほど。秋うららっていう曲を今言ってんじゃん。そうです、言っちゃってんじゃん。そうです、秋うららっていう曲を作って、まあそれもちょっと音源に入れようかなと思ってるので。今日いけるんですか？今日はいけないです。今日いけないですね。まだいけないんです。まだ練習中です。楽しみです。秋終わった頃に聴けるかもしれない。そうですね、そうですね。冬ぐらいには聴けるかなと。グッとくる曲が多いということでね。そうなんですね。青い彩さんもね、我々結構上げましたんで、よければ全部ね聴いていただければと思いますけど、実はですね、11月の2345と、まあ今日4日なんで入ってるんですけど、無色透明祭2が開催されておりまして、ニコニコでね、匿名で動画も本当に白背景に黒文字だけっていう動画で統一して、名前を明かさずにみんな一斉に曲を投稿するっていう、面白い、そうそうイベントが開催されてて、僕ももちろん参加してるんですけど、全部当然反応しちゃダメなんですよ。例えばこの曲いいっていうのにいいねつけると、あ、この人が作ったのかなとかバレるから、あ、なるほどなるほど。もう明日で終わりなんでちょっと言っちゃうと、ちょっとね秋らしい曲ですね。おおおお。なので、まだ見つけられてない、まさきりたん P の曲見つけられてない方は、秋らしい曲を探してみるといいかもしれないですね。じゃあもしそれが、もしかしたらまさきりたん P かななんて考えながら。そうですね。で明日で終わるんで、もう最終ヒント言うんですけど、僕今回キリタンじゃないんで。まさかの。そうそう。キリタンで探してた方は、ちょっと一から出直すっていう感じで。時間がないんです。そうそうそう。木をてらってみたんで。でもちょっと面白いですね。面白いですよ。なんか先入観なく。そうそうそう。曲だけで本当に勝負な感じですね。それは終わった後に答え合わせもあるんです。あ、出ます出ます。言う人と言わない人ってはね、その決められるんですよ。あ、なるほどなるほど。はいはいはい。公開しないでって人はそのまま謎のままだけど、実はこれでしたってね、ニコニコの運営が言ってくれるんで。あ、なるほど。なるほど。まあご安心よっていうね。で後々個別 MV つけてね公開しようと思うんですけど、去年のね無色透明祭で参加した曲を最後に聴いていただこうと思います。東北キリタンでアンジェラ。はい、東北キリタンでアンジェラでした。これねすぐバレたね。コメントでなんかアイドルしてそうってコメントされて、はいはいはい、あれこのギターみたいな感じで、ああやっぱバレるんですね。多分今年もね聴けばわかると思うんだよね。ただ相当マニアックな曲なんで、じゃあ告知を。はい、まず11月18日ロッカテリアさんの方で出演させていただきます。11月23日仙台まかなさんの方でも出演させていただきます。よかったら遊びに来てください。はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバイ。今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私、まさきとゆきです。さて本日は11月11日。はい、いろんな日がございますけど、はい、何の日ですか？ポッキーの日です。やっぱりポッキーにはそうですよね、ポッキー&プリッツの日にはかないませんよね。ですよね、うん、一般的には。あと何の日ですか？あとあれですよね、きりたんぽ。おおっしゃってましたもんね。なかなか東北ファミリーの一員みたいなね。そうそう、今日きりたんぽの日ですね。はい。あと何の日ですか？あと何の日？本日は放課後ティータイムの中野あずささんのね、誕生日ですよ。ああ、なるほどなるほど。言わないけど、やれあずにやんだとか言わないけど、思い出すよね、来ると。ああ、なるほど。彼女のことをね、別に付き合ってたことあるんかみたいな。別れたみたいな。そうそうそう。別れるも何もまだ付き合ってすらいない。本当にそうそうそう。ということで、お気づきの通り今日はね、雑談会なんで、いろんな記念日に思いを馳せながらね、まずはこの曲を聴いていただこうと思います。放課後ティータイムでノーセンキュー。はい、放課後ティータイムでノーセンキューでした。結構ですって言われちゃってね、あずやに結構いらないですって曲を通して言われちゃった。いろんな人誕生日だろうね、アニメのキャラクター。やっぱ使い、なんでしょう、分かりやすいんですかね。分かりやすいよね。やっぱまあゾロ目だからゾロの日だし、あと多分調べたらいっぱい出てきそうだけど、あと何の日ですか？あと何の日？これちょっとまあ難しいっていうか、まあ僕に関することなんですけど、正木さんに関すること。正木さん、最近の正木さんの中での比重がかなり重い話なんですけど、なんかの日なんですけど。完全な鉄っぽいですか？噛んでいいですか？どうぞどうぞ。ボカロ P になって何周年的なやつですね。ああ、惜しいね。惜しい。P ちゃんズ結成記念日ですね。おおおおお。そうそうそう。やっぱりキリタン、アイドルキリタンメインでやってますから、はいはい、きりたんぽの日にね、はいはいはい、2021年20年なのかなえ、2020年なの？3周年ですか？わがまままゆえが21年の4月で、それの前の秋からやってるから、やっぱ20年だ。20年だ。じゃあ3周年ですね。すごい。2020年の11月11日に、その時はまだ右京さんしかいなかった。発音便がいなくて、2人で、じゃあちょっとなんか、2人ともデレステピーだから、ピーちゃんズって名前にして、アイドルキータンプロジェクトっていうのを本格的にやりませんかってなって、1曲目がその日だったんですよね。本当にだから今日ね、11日、ぴったり3周年ですね。ぴったり3周年で、前半アイドルキリタンプロジェクト第何弾みたいな感じで2ヶ月に1遍ぐらいのペースで出してたんですよ。確かになんか頻度がすごかったですよね。今やってるんですけど、節目節目節目はピーちゃんズ発動して、以外はちょっとその違うメンバーでっていう、割とその都度こう絵師さん探してね、やってもらってるんですけど、だからまあペース、アイドルキータンプロジェクト第何弾っていうペース自体は落ちたけど、僕のこう公開頻度はなんか上がってるんですよ。なるほどなるほどなるほどっていう感じでは3周年をまあ迎えて、結成日は「圧倒的 ILOVEYOU」って曲出して、次の1周年は「スーパーアイドルナンバーワン」出して、2周年がね、アルバム出したんですよ。はい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 。スーパーアイドル2022をちょうど1年前に出して、はいはいはい、じゃあ今日は何するのって話じゃないですか。そうですね、実は今日11月11日、アルバム出ました。おお、ありがとうございます。でその名もね、珍しくシングルタイトルをそのままアルバムのタイトルにつけたんですけど、珍しい。そうそうそう。じゃあそのアルバムタイトルにもなってるこの曲をここで聴いていただこうと思います。はい、東北きりたんとずんだもんでダンスインザダーク。はい、東北きりたんとずんだもんでダンスインザダークでした。ということで、ダンスインザダークっていうアルバムタイトルで、本日チューンコアジャパンからね、例によって全世界へ配信されましたので、ぜひね、お好きなプラットフォームで聴いていただければと思うんですけども、全19曲入り。すごっすごっ。2枚に分けろっていうね。分けると2倍ね、お金かかっちゃうから詰め込んで、優しい。2050円ぐらいなんで、絶対アルバムで買った方が絶対お得ですね。1曲200ちょっと円なんで、全部バラで買う、まあそんな人いないと思うけど、全部バラで買うと、うん、やっぱ4000円近くになりますから、はいはい、アルバムで買ったら半額ですよ。19曲で2000円もだいぶなんでしょう、そうそうね、お得感がすごいんですけど、そうだからまあ基本的にはね、ダウンロードよりもストリーミングで楽しむ方、うん、サブスクでって言われる人多いからあれなんでしょうけど、まあ、手元に置いておきたいって方はね、うん、ぜひダウンロードしてね、うんうん、どう考えてもアルバムでダウンロードした方がお得なので、はいはい、曲で言うと、はい、ほぼ1年前のズンタン2022の、うん、はい、あなたを独り占めっていうズンちゃん曲あるんですけど、はいはい、そこからですよ、そこから、はい、この間の、無色透明祭でもう詳細出たから言っちゃうんですけど、はい、僕春の空ちゃんで、ね、はいはいはい、参加したんですよ、はいはい、月降る夜にっていう曲で、はい、でそこまで入れました。あ、じゃあもう結構まあ最新までは入ってる、そうそうそう、シンプルに19曲中今年発信したのは、はい、16曲が今年の分で3曲は今年の去年の暮れの分って感じ、はい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 、出したんだね。そんな作ってましたかって思っちゃいますよね。そうやっぱ夏よね、夏、はい、怒涛のほんとまさきりたんぴーなのにあれなんですけど、ずんだもん曲が一番多い、やっぱ差し替えって結構出したから、はいはいはい、6月にね、うん、ほらなんかね、1枚目はねアイドルきりたんスーパーベストっつってほぼきりたんばっかりで、ずんだもんなんていなかったんですよその時、はいはいはい、で去年スーパーアイドル2022でちょっとずんだもん出てきて、はい今年はなんかもう一番多いですねやっぱり。キリタも結構多いですね、こうしてみると。でもうんですね、まあそりゃそうだろうって話なんですけど、そうそうそう、だからまあ全貌はね、まあツイッターでもじゃツイッター X でもクロスフェード動画とか上げてるんでね、気になった方はまあぜひチェックしていただいてって感じなんですけどね。だから今日は11月11日はね、ほんといろんな日が固まってるんですよね。なるほど、なんか来年も同じこと聞かれそうなので、そうだよ、ちょっとメモっておきますね。わかるでしょ何年も言ってる。そうですよね、特にアズニャンに関してはそうですよね。ゾロも結構出てこないもんね。ゾロ頭の中にあるんですけどね。あるんだ。ありますあります。さっきは誰だと思ったの、そういえば。さっきはなんかその言おうとしてやめたやつ、そのなんでしょうね、ボカロ関係の誰かかなと思って。ああの誕生日ってこと。はいはい。でもありそうだけどね。そうなんで、なんかありそうかなと思っちゃったんです。ありそうだけどあんま聞かないから、意外とこうかいくぐってるのかもね。じゃあですね、ということで今日アルバム「ダンス・イン・ザ・ダーク」がリリースされて、一番最後にね収録されている最新の曲をここで聴いていただこうと思います。はい、春の空で月降る夜に。はい、春の空で月降る夜にでした。はい、じゃあゆきくん告知を。はい、来週11月18日、六花テリアさんの方で出演させていただきます。11月23日、仙台マカナソンの方でも出演させていただきます。よかったら遊びに来てください。はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私、まさきとゆきです。いやー、急に寒くなってきましたね。ちょっと若干風邪気味なんですよね。そうなの。あれ本当にちょっとだけ、コロナじゃないよね。あ、全然違います。熱とか全然なくて、ただ鼻が花粉症ではない。あ、それもあんのかな。ちょっとブタクサもなんか最近怪しくて、この季節だよね。そうですね。このロナではない。あ、もう全然それはないです全くの心配ご無用で。このロの名ではない全然大丈夫ですよ。なんでくっつけて言わないんだっていう。そうそうね。じゃあそんなね、ちょっと鼻水が来てるね、はい、からリクエストとメッセージの紹介をお願いします。はい、ではまずこちらからお聞きください。初音ミクで Be the One。 はい、初音ミクで Be the One でした。はい、じゃあメッセージを。はい、まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。最近曲作りに少し興味があり、趣味程度でやってみたいと思っています。はい、楽器はピアノしかできないので音符を打ち込んでいく形でやる予定です。ソフトは Cubase LE というものをインストールしました。曲作りに関しては思いついたら鼻歌をスマホに録音しており、これを1曲として完成させたいです。これらの状況だと初心者は何から始めたらよろしいでしょうか。ラジオネーム目指せボカロ P さんからです。もうなってるよその心意気だけでね、はい、これは多分まさきさんの方が明確に答えられるんじゃないかなと。そうだね、はい、でも目指せボカロ P さんで、はい、めっぴーさんねめっぴーさんねめっぴーさん、くしくもというか図らずもというか、はい、もうその作曲体制が非常に私と似てますね。やっぱり、はい、降ってきたら、はい、まあ今だったらスマホでね、レコーダーついてますんで、はい、パッと撮れるで何をしたらいいですかってなりますけど、はいはい、もう答え言ってるよね、めっぴーさんが。まず、はい、まず鼻歌歌うでしょ、はい、撮るでしょ、はい、でピアノ弾けるんだから伴奏というかコード、あ、はいはいはい、きっと掘り起こせますよね、経験者であれば。その後だよね、多分察するにピアノが弾けるけど、はい、ピアノわからないっていう多分状況だと思うんですよね。あ、おそらくそうだと思います。はい、ピアノと初音ミクちゃんのデュオもいいですけど、うん、きっとめっぴーさんもまあバンド形式というか、はい、他のパートも欲しいんだと思うんですよ。じゃなきゃそのキューベースいらないですから、ね。そうですよね。まずリズムですよ。あ、はい、リズムトラック必要なので、うん、どっちがその曲に合うかで考えていったらいいじゃないですかね。まず生ドラムっぽい音がいいのか、うん、エレキドラムっぽい音がいいのかっていうね。Cubase LE だったら多分ハリオンっていうプラグイン初期装備されてるんで、はいはいはい、数少ないですけど、うん、生ドラムとエレキドラムの音色ありますんで、うん、うん、まあ雰囲気好きな方を選んでいただいて、あとは次にベース。ベース、はいはいはい、うん、多分分かると思うんだよね、その辺の音楽の仕組みっていうのは。で、まあ、ご自身のピアノ、うんうん、でちょっと必要だったら、まあ、ギターがね難しいと思う。あ、そうかもしれないですね。ギターをさ打ち込みで作ってる DTMer の方やっぱ多いと思うんだけど、はい、逆に大変じゃないってやっぱ思っちゃうもんね。うん、弾ける人からすると弾いた方がいいんじゃない、うん、ってはなっちゃうかもしれないですね。ギターの打ち込みってどうやるのって思っちゃうもんね、やっぱり。まだ単音とかだったらいいんだけど、うん、いわゆるそのストラミングっていうそのかき鳴らしてる雰囲気とか出せるのかね、うん、なんかやっぱカラオケっぽくさ、なんか全部ダウンピッキングでなんか一律のさ、じゃ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 みたいな、はい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 、抑揚ないやつ、ね、そうそうそう、ザカラオケみたいな、うん、ギターになっちゃいそうだけど、まあ必要だったらまあギター、うん、あとはあれじゃないですか、その何よりミクの使い方、歌わせ方をね、そこですよね、覚えるのがまあ先決かなと。準備はできてるよね、この方はもうすでに。うん、そしてものは揃ってそうな気はするので、うん、まあ LE っていわゆるちょっとその廉価版というか、まあ、体験版みたいなところちょっとあるんですけど、うん、うん、十分なんでね。なるほど、今の LE だったら多分12かもう13とか出てんのかなかなり進んでると思うんで、うん、LE もかなり進化してると思うんですけど、あとやっぱりミクの P さんっていっぱいいて、母数がすごくて曲もたくさんあるんで、かなり参考になると思うんですよね。なのでその辺ですかね、まずは。いや、すげえためになりますね。めちゃくちゃ普通のことしか言ってないけどね。いやでも最初ってどっから手つけたらいいか分かんないですよね、正直ね。ピアノやってた方が、うん、じゃあオリジナル作るってなるスタートラインと、うん、オリジナル曲作りたいからじゃあギター買って始めますって人のスタートライン全然違うからね。あ、そうで、確かに確かに。後者はもうただの少年が、はい、いきなりこうギターの知識と音楽の理論を同時に学ぼうとするから、うん、うん、みんな、うん、分かんないからパワーコードでいいやみたいな、難しく考えちゃうと難しくなっちゃいますよね。昨日までヤンキーだった人が急にこう音楽始めるわけだから、ギターイコール不良みたいなね、イメージがね。後半までちょっと長くなっちゃったんで、ゆきくんの端的な意見をして、じゃあ先週リリースされた「ダンス・イン・ザ・ダーク」から1曲聴いていただこうと思います。はい、トーク・キリタンで「アンダー・ザ・スターライト」。はい、トーク・キリタンで「アンダー・ザ・スターライト」でした。はい、これも僕ピアノの知識全くないですけど、頑張ってピアノつけたんでね。素晴らしい。そういうことですよね。そういうことですね。その楽器の知識なくてもやっぱ頑張ってこう再現できるというかね、演奏できるのが DTM ですからね。そうですね。じゃあゆきくんからアドバイス。そうですね。僕じゃ実体験をもとにちょっと喋ると、音楽ソフトの使い方が一番僕難しかったんですよ。覚えるまで。わかる。専門用語ばっかりで。そうだね。はい。で一番最初に触ったのが専門学校時代。学校の授業で触ったのが初めてで、Mac にマッキントッシュにデジタルパフォーマーっていうソフト、マジカルドリーマーみたいなウィンドバーグなんか当時なんかそれがなんか主流だったらしくて、で学校の授業であったんですけど、大体みんな DTM が初めてで、何からしたかっていうと、有名な曲のスコアを見ながら打ち込んでいくっていう。ああいいですね。っていうのでジョン・レノンの「イマジン」をみんなでやって、夏休み前に提出をしてっていう形でやってたんですよ。初音ミクの例えば「千本桜」なり、でもスコアって今売ってるんですかね。売ってるし閲覧できると思いますし、それ見ながら打ち込みの基本を覚えていくのが一番いいんじゃないのかなとは。いいですね。はい、思いますね、僕は。確かにそうだね。作曲ソフトの使い方ってさ、わかんないよね。いや、わけわかんなかったです。それだわ。それ分かっちゃうと、こんなこともできるんだ、こんなこともできるんだ、でなんかちょっと広がりそうな気はしますよね。だからこういうことしたいなって調べると、使ってるソフトのできるんだってなるのが結構あって。あるよね。それだわ。かな僕はって思います。でも今ね、親切なことにいろんな方がね、例えばCubaseの方基本的な使い方とか YouTube に上げてくれてるんで、かなりためになりますよね。そうですね。あの時はね、僕らの時は知ってる人に聞くしかなかったんで、分かんないから。そうです。僕本屋さんで教本買ってました。ああ、そうだね。教本、そうだね、買えばよかった。そうって感じですか。はい。じゃあそうだね、多分おそらくその LE 用意したけど、さて何のことやらってとこが多いと思うんで、打ち込むってとこまでいったら多分ね、早いと思うんですよ。ほらピアノロールだから、あ、そうですよね、慣れてると思うから鍵盤にはね。っていうところで、じゃあ参考になってればいいですね。はい。最後にじゃあもう一曲、アルバムからまだまだ新しいズンコ曲を聴いていただこうと思います。はい、東北ズンコで「Fly Me to the Moon」。はい、東北ズンコで「Fly Me to the Moon」でした。はい。では今日ライブのゆきくん、告知を。はい、本日11月18日ロッカテリアさんの方で出演します。それと11月23日仙台まかなさんの方でも出演させていただきます。よかったら遊びに来てください。はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私、まさきとゆきです。いや、11月最後ですけど、やばいっすね。やっぱり秋がなかったね。ないですね。急に寒くなりましたね。はい。今日ね、はい、11月25日は、はい、ワウワウでね、ビーズライブジムプレジャー2023スターズのね、はい、千秋楽の、はい、模様を、終わってるんですけど、放送するっていう素敵な素晴らしい日なんで、なんとそんなね素敵な日に狙ってたんじゃないかってぐらい素晴らしいリクエストが来たので、まずはこちらをお聴きください。はい、ビーズで「愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない」。はい、ビーズで「愛ママ」でした。略しましたね。じゃあメッセージも紹介していきますけど、気合入れていきますね。はい、ラジオネーム赤巻ゆき、青巻ゆき、木巻まさき、かっこホッピーって書いてますけど、だからホッピーですね。はい、赤巻ゆき、青巻ゆき、木巻まさき。難しい。よく考えますね。もっと噛むかなと思ったけど、なんかちょっと言えちゃったね。なんとなくわかりましたね。じゃあ紹介していきますね。まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。まさきさんのボケに対してゆきさんのナイスツッコミをいつも楽しく聞いています。空気がひんやりと冷たくなり、そろそろ芋煮の季節がやってきましたね。そこで正木さん、ゆきさんに質問です。芋煮は宮城県味、山形県味、どちら派ですか？また好きな具材は何ですか？ああ、千年戦争ですよ、だから。いや、本当に本当に本当に、あ、ごめん、千日戦争。これは決着つかないやつですよね。バラ戦争ですよ、だから。整理すると、一般的にね、ちょっと宮城県風と言われているのが。味噌で豚肉ですよね。そうですね。で、じゃがいもですよね。ですね。で、山形風と呼ばれているのが醤油で牛肉。はい。これ里芋なんですかね、山形。里芋ですね。全然違うね、もうさ、違う料理だよね。何々風とかじゃなくてさ。いや、そうなんですよ。面白かったのが、多分山形県のなんかのイベントの屋台の風景だったんですけど、宮城県風の芋煮を出してるのに。豚汁って書いてて、ああ、そこのね、もうちょっとこうなんか揶揄してるなっていうね。はい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 。なんかバチバチですよね。そこなんですよね。芋煮なのか豚汁なのかっていうところですよね。でも確かに似ているよね。豚汁とさ、製法というかさ。そうですよね、そうですよね。具材も結構一緒というかね。一緒に似てます似てます。逆に何が違うだろう。宮城県風芋煮と豚汁の違いなんでしょう。結構一致してるよね。一致してます一致してます。もう本当に近い、同じなんじゃないかっていうぐらいですね。僕らが食べてる芋煮は豚汁なのかもしれない。いや、そうかもしれないです。本当に本当に本当の芋煮ってなんだろうから、個人的には多分ね、どっちも美味しいと思うんですよ。で、シンプルに山形芋煮をそんなに食べ込んでないので、経験が少ないのであれですけど、やっぱりこう慣れ親しんだ味噌味は好きですね、やっぱり。ああ、なるほどなるほど。ただ思うんだけど、多分豚汁なんだよ。いやいや、そうだと思います。多分宮城県の芋煮って多分豚汁なんだけど、なんとなく食べ物の名称じゃないんだよ、宮城県の芋煮ってさ。はい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 。イベント名なんだよね。あ、そうですよね。芋煮会っていうぐらいですよね。あれをで、芋煮会で作ってる豚汁を食べてるだけで、豚汁のことをこれが芋煮ですってなんかあんま言わないような気がしない。確かに確かに。催し事だよね。そうですね。寒くなってきて外であったかいの食べるのうまいよですよね。ヒートアップしそうなので、一旦じゃあ曲挟みますか。芋煮っぽい曲。芋煮っぽい曲。芋煮って言ってる曲あったんで。そんなのあるんかって話だけど。ちょうどよく。こちらをお聴きください。ハピハピニューワールド。はい、東北オールスターズでハピハピニューワールドでした。はい。芋煮好きって言ってるから。あ、ちょうどよかったです。醤油の芋煮も好きってキリタンが歌ってます。なるほど。イベント名なんですよ、宮城県の芋煮っていうのは。芋煮かバーベキューかみたいなね。ですです。お家で芋煮出てこないでしょ。出てこないです。多分山形県のご家庭に行ったら多分出てくるんですよ。今日芋煮ねって言って醤油風味の。なるほどなるほど。だからもう争うこと自体間違ってるんですよ。なんかもうカテゴリー違いますよね。そう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 。なんか大きく見ると一緒ですけど、細かく分けると。そう、僕らね、宮城県出身でゴリゴリに在住ですし、もちろんラブですけど、芋煮というものを料理として確立してるのはどっちかっていうと山形な気がしますよね。そうですね。絶対そうです。そうそうそう。だって豚汁だもん。うちらの。確かに確かに。何々風ってもうね、宮城県のみんなもう意固地にならないでさ、そんな張り合ってもさ、ラブ&ピースで行こうよってさ、なんか手を取り合って広めていけば、そうそうそう、なんかもっといいなと思いますけどね。山形の出店見てね、なーに豚汁だーってならないで、だって豚汁だもん。僕は本当にもう何十年もずっと宮城県ですけど、別に悔しくもなんともないですよ、その豚汁って書かれて売られてても、うん、あ、本当に僕もそうです、うん、全然だって芋煮ってイベントでイベント名だもんそうそうそう、うん、いやそれ言われてから確かにそうだと思って言いながらどんどんこうなんか確信を得てきた、イベント名だわ芋煮って。そうですね、うん、山形の芋煮は料理名だ。そもそもですよね、単音の C か和音名の C かみたいなそういう同じ C だけど片やドで片やド味噌でみたいな、こういうこと名前が一緒なだけでこう意味が違う。ああ確かに確かに。なのでもうね豚汁っていいよ今度から。具材としてはねそれを踏まえて豚汁対芋煮でもういいんですけど、豚汁の方が好きかな最後の最後に型を持つという、ね、うん、でも僕も豚汁です。豚汁だよね、うん、ちょっとおしゃれじゃない？山形の芋煮っていうかその芋煮がさ醤油味って、うん、僕一応理由があって、お、どうぞ。里芋食べられないんですよ。バチバチじゃないですか真っ向から喧嘩売ってるじゃないですか。ちょっと好き嫌いになっちゃうんですよ。お前らの作ったね。あー違う、そういうことです。あ、そういうことじゃん。全般的にネバネバ系食べられないので必然的に豚汁の方に行っちゃう。なるほど、ですよね。もう選択肢にすら浮上してこないってことですね。ネバネバしたの入れやがってみたいな風に。で山形の方たちはもうその山形風をじゃがいもにしてらありなのかな、それなら食べたいなと思うんですけど。怒られるよ多分。なんか違いますよね多分ね。里芋でどつかれますよ。変えるんじゃねえっつって。そうなんですよね。ちょっとなんか久しく食べてない、まああなたはちょっとその苦手ということで無理しなくていいですけど、里芋どかしたらだね。もうそのネバネバ入っちゃってるからダメかな。残りがさそしてあんまり食べたかなんかちょっと千日戦争です続行ですじゃあ最後にですね、秋っぽい、秋っぽいって言うとなんかその気が短いみたいな感じですけど秋らしい曲をね、はい、多分この頃にはもう MV で出ると思うんですけど、はい、この曲を聴いていただこうと思います、はい、春の空で月降る夜に。はい、春の空で月降る夜にでした、はい、あれ告知は今のところないです。あ、ないですか、はい、そろそろもう音源とかね。そうですね、うん、来年12月はもう作業好きですね。年明けぐらいに、はい、年内には完成させて、あ、年内に完成、はい、やさせようかなと思っております。楽しみにやりましょう。アルバム会ね。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます、はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバーイ。今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私まさきとゆくです。さあ12月ですけど早いですね終わりますよ今年。そんな今年の終わりが始まったので、はい、フィナーレにふさわしいリクエストとメッセージが来ているようなのでお願いします。はい、ではまずこちらからお聞きください。北に達也で青の住処。はい、北に達也で青の住処でした。はい、呪術廻戦ですけど、まさにそれにまつわるご質問もいただいております。はい、私は現在36歳社会人です。言っちゃった年齢言ってオープンで大丈夫だと思います、はい、小学生の頃から生粋のジャンプっ子で今も毎週欠かさず購読しています。で先日ふと読んでいると、そういえばジャンプって友情、努力、勝利がモットーなんだよなと思い出しました。はい、お二人の中でジャンプのモットーである友情、努力、勝利をしっかり兼ね備えたジャンプ作品は何かありますでしょうか。ラジオネームベテランジャンプさんからです原田さんみたいなね金メダル取ったベテランジャンパーの中はい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 、船木懐かしいやったーそのジャンプじゃないから少年ジャンプですね。ベテランジャンプさんをベテランとね関するのなら、はい、僕はもう棺桶に片足突っ込みジャンプさんですからね。レジェンドですね。僕もね、はい、まあいつから購読されてるか不明ですけど、はい、はい、僕も本当毎週買ってますからね。そうなんですよね、ずっと前から本当に。そうなんですよね、大ベテランジャンプですよ先輩がいました。うなき確かになんかその友情努力勝利だなって質問をいただいて、あ、そういえばそうだったって思い出しました。大ベテランジャンパーなんですけど、すごいこと言うと初めて知ったんですけど、そのキャッチフレーズ。あ、本当ですか。努力根性気合いじゃないよね。違う、そんなスポコンじゃないです。シャムシェードの秀樹さんが右腕にその3文字タトゥーで彫ってる。あ、そうなんですか。で、近年1個増えて新年かっこいい4つになって、で肩のとこに大好きだった愛犬彫って、なんかマツコ・デラックスさんにいじられたっていう。なるほど。秀樹さんの話は置いといて、でも確かにそう言われてみると基本的にその3つにのっとった作品が多いですよね。そうですね、そうですね。もうそれこそいわゆる王道のバトルものなんていうのは、3つをこう三角形のグラフにしたら綺麗な正三角形ができそうなぐらい兼ね備えてるというかね。確かに確かに。え、待って待って、もう一回。努力、友情、努力、勝利。秀樹さん引っ張っちゃってるから。友情、努力、勝利。勝利。はい。全部でだってスラムダンクもそうでしょ。そうです。で悠々白書もそうでしょ。はい。でドラゴンボールもそうでしょ。ですね。あなた大好きなワンピースもそうでしょ。あ、もう完全にそうですね。でもそれを満たしてないとジャンプ作品乗れないんじゃなかったかな、確か。でもちょっと思っちゃいます。満たしてない作品もいっぱいありそうじゃない。なんかそうですね、僕もジャンプ歴浅いんで。浅くはないよね別に。あ、そうですね、今は全然読んでないのであれなんですけど、だってやっぱちょっとこう逸脱した作品というか、例えばめちゃくちゃにギャグ漫画だったりとか、お色気とかね、はいはいはい、友情努力勝利の一つくらい欠けてそうな作品もありそうじゃないですか。なんかギャグ漫画だと勝利って難しいですよね。そうね、何をもってして勝利とするのかっていう。確かに確かに。どこをもって友情とするか難しいですね。ドラゴンボールでいうと敵だったのが味方になる、それも友情なのか何なのか、あともともとこう仲良かった人たちのね絆も深まってみたいな、悟空とクリリンがねみたいな。そうですね。逸脱した作品探しは後半にするとして、その3つにやっぱ乗っかってるなってって一番思うのは「スラムダンクかな。やっぱりベターですけど、いいっすね。いろんな形の友情があっていいなって思いますよね、スラムダンク。結構アウトローな人たちもいっぱい出てくるじゃないですか。いっぱい出てきます、いっぱい出てきます。で普通に仲悪かったね桜木と流川が最後山王戦でねブザービート決めて、初めてハイタッチしてみたいなの、そういう友情を感じますし、あともっと序盤にミッチーが悪グループ抜けて湘北バスケ部に戻ってくるじゃないですか。戻ってきます、戻ってきます。で戻ってしばらくして鉄雄に再会するじゃん。はい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 。でなんだその頭はっつってバッサリ切っちゃって、スポーツマンみてえだなって言って、はいはい。で警察に追っかけ回されてた鉄雄がまたこうやべ巻いたと思ったらまた来やがったって言って、こうパトカーがいっぱい来てヘルメットってのが嫌いでよって言ってで別れるんですけど、でじゃあなスポーツマンって言ってなんか爽やかに去るんですよ。はいはいはい。あのシーンにもある種の友情を感じましたよね。あ、わかるわかる。あります？あと僕はナルトがちょっと一番感じた作品。ナルトなんだ。ナルトでしたね。ナルターだったんですね。ナルトはちょっと全部読んでるんですけど。あ、そんなに好きだったね。あ、そうそう、結構好きで。やっぱナルトのなんか前編投資の目標がちょっと闇落ちしたサスケを連れ戻す。そうだよね。まあそこでも友情が成立してたり。確かに。だってまあ努力ももちろん修行して強くなりたい、サスケを超えたいみたいなので頑張ってるし、もちろん勝って英雄になってますし。なんか満たしてんのは僕はなるとかな。後半はそうじゃない作品をつついていこうっていう。あ、逆の。そうそうそう。3日後にずんだもんがね誕生日なので、こちらをお聞きください。ずんだもんでずんずんディスコナイトフィーバー。はい、ずんだもんでずんずんディスコナイトフィーバーでした。はい。ギャグ系はちょっとこう乗っ取ってないんじゃないのって思っちゃうよね。今で言うとロボコとか、ね、ロボコ、はいはいはい、好き大好きなんだけど、うん、面白いんだけど、だから、はい、まあ友情はすごく感じますね、ロボコも。そうですね、ロボコ、見てるロボコ。ロボコはマスクさんに紹介されて面白いからってちょっと見始めて。パクリすぎだよね。いや、でも面白いさ。面白いよね。面白いです。いろんな作品。だってさ、ビデオガールとかさ。全然どれでもないじゃん、そういうんじゃないじゃん、なんかちょっとさ、そうですね、ちょっとなんかこうエッチチなね。それであとこち亀もそうですよね。ああそうだね、こち亀とアウターゾーンとかもですか。絶対バレそうですけど、あれも別になんかそういう誰との友情も感じないよね。やっぱ恋愛系は勝利というかなんか成就というかね、そういう、それを勝利としてるの 500% とかね。ああはいはい、懐かしい。あとなんだ、ジャンプいっぱいありすぎて。最近どうなんです？最近の僕全然知らないんですけど。最近はね、それこそ呪術廻戦、あとね坂本デイズっていう漫画あるんですけど、はいはい、これ面白いですよ。暗号学園っていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ頭使う漫画で、友情はあるね。友情はある。あ、努力もあるな。暗号学園は全部ある。はい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 。結構ね今ねジャンプ面白いですよ。あ、そうなんですか。今来てるね。なんか読んでるタイトル多いもんだって。ああ僕そのもう中学生の頃からほぼ惰性で毎週買ってますけど、やっぱりその見る作品がの数で変わりますね。そのあ今ジャンプ来てるなみたいな、個人的にで楽しみ、続きが楽しみになればってことですね。見るもの少ない時はあうんうんみたいな感じだけど、今ちょっと多めなんでちょっとおすすめですね、最近のジャンプは。本当ほとんど読んでるんだけど、あそれこそ最近アニメ始まった「アンデッド・アンラック」とか。ああタイトルははいはいはい、ちょっとグロいんだけど面白いですね。あれもジャンプなんですね。そうそうそう、大体ジャンプだから。大体アニメが決まった「青の箱」とかも、これもちょっと恋愛系なんですけど、なんかこうキュンとさせられるんで、なんかジャンプっていいよね。青春ですよね。そうそうそうっていう感じで、まあベテランジャンプさんの質問的には「スラムダンク」と「ナルト」だったっていう感じだけど、やっぱりもう8割9割はその3つを感じられるね作品が多いねということで、ビギナージャンプさんもねちょっと頑張ってたまには買ってもらって、そうですねというところで、じゃあ最後にね去年のずんだもん短曲を聴いていただこうと思います。ずんだもんでメイドインユニバース。はい、ずんだもんでメイドインユニバースでした。はい、告知は12月の28日、今年最後のライブになります、エンサードさんの方で出演させていただきます、詳細決まりましたらまたご報告します。はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバーイ。